本日卒業生の皆様のお祝いに駆けつけてくださいました特別ゲストをご紹介させていただきます。皆様前方のスクリーンに ご注目ください。堀江貴文さんです。どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください。それでは堀江さん、卒業生の皆さんにメッセージをお願いいたします。皆さんおはようございます。ついに皆さん、これまで生まれてから二十何年間かレールの敷かれた上を、ただ、走ってきた人生をここで終えることになります。これからは、レールがあるようでレールのない世界に皆さん突入していくことになると思います。これまでは卒業した後就職活動とか、多分したんでしょうけど、同じ会社でずっと勤め上げて定年退職してその間に家族を持って家を建ててみたいな、いわゆる普通の生活というのをこの後皆さんは送っていくことになったのかもしれませんが、そんな、未来はおそらく皆さんのうちの本当にごく一部の人しかそういった未来を歩まない、いや歩めないと思います。今、私が創業したライブドアって会社もそうだったんですけれども、インターネット、そしてスマートフォン、そういったものが社会の仕組みを大きく変えつつあります。まだ皆さん気づいてないかもしれないですけど、スマートフォンでゲームやってるだけかもしれないですが、皆さんが知らないうちに世界中のすごい人たち、頭のいい人たちは、どんどん皆さんが知らないうちに新しい技術を開発して、勝手に世の中を変えていってしまっています。まず皆さんはその事実に気づいてください。ただ今まではレールに乗って大学卒業すればよかったかもしれないですが、これからそんな甘くないです。自分でできるだけ多くの情報に接することがまず大事です。そのためのツールは揃っている。別に先生に教わらなくても自分で、例えばスマートフォンのニュースアプリを使って情報に接することもできるし、ソーシャルネットワークを使って世界中の自分が面白いな、この人の話聞いてみたいなっていう人たちの情報に、すぐにたどり着くことができます。簡単です。まず自分で情報を、世界中の素晴らしい頭のいい人たち、先を行ってる人たちの情報を触れることができるので、まずそのことを頭の中に入れておいてください。そしてそれだけじゃダメです。これからはそうやって仕入れた情報を自分の頭で考えて、そして自分で発信して、頭の中を整理して自分で考える癖を つけていかなければいけないです。それはどうやってやるのか、簡単です。インターネットで、ブログやらソーシャルネットワークやらいろんなものがある。そこで毎日発信し続ければいい。非常に簡単なことです。それをできれば毎日やってほしい。そうすることによって、世界中のさまざまな情報を自分で頭の中に入れて考えて自分なりの判断ができるようになると思います。なんでそんなことをしなきゃいけないのか。これからは権威が当たり前じゃなくて、もう当てにならない時代になってくると思います。今までは本当レールの上を走って、そして権威が言うこと、例えばマスメディアが言うこと、
あるいは大きな会社に入って上司が言うこと、それに従っていればよかったかもしれないです。しかし皆さんは気づいてないかもしれないけれども、そんな時代はもうとうに終わりに近づいております。これもすべてがインターネットが作り出したグローバル化がもたらしたことです。皆さんほとんど日本人かもしれないです。多少外国人の人も混じってるかもしれないが、ほとんど日本人でしょう。日本は戦後何十年も高度経済成長で、そして世界第1位第2位の経済大国って言われるようになりました。非常に豊かになりました。多分僕の世代よりも上の世代じゃないと日本が貧しかった時代のことは知らないと思います。当然ながらここにいるほとんどの皆さんは日本が貧しかった頃のことなんか知らないでしょうね。来賓の、保護者の方々は違うかもしれないですけど、豊かな日本が当たり前だった時代はとうの昔に終わりました。皆さんもそこも気づいてないかもしれない。先日私は札幌で体式マッサージを受けました。すいません、なんか庶民的な話で、6500円で90分だったんですね。しかしながらポイント割引がありますと言われて1500円引きにしていただきまして、90分で5000円でした。今年の1月僕はタイという東南アジアの国に行ってきたんですけども、そこがやはり90分で500バーツプラス、揉んでくれた人に200バーツのチップを渡しました。合計700バーツ。さていくらでしょうか。だいたい今日本円円安になっておりますので2500円です。もう北海道の札幌のマッサージ屋さんの代金とタイのバンコクのマッサージ屋さんの代金、たった2倍の差しかないんです。現状でこれです。ものすごい勢いで東南アジア経済発展してます。彼らの中の高給取りの人たちは完全に日本人の、ホワイトカラーの年収を上回ってます。そして富裕層の人たちゴロゴロいます。タイのバンコクに行くと、1人5万円の寿司屋さんが毎日満員だそうです。そんな時代に突入しつつあるんです。そしてそんな時代に突入しつつあるという危機感を持っている人がほとんどいない。これは皆さん学生さんだけじゃなくて政財界にもそういう危機感を持っている人は少ない。グローバル化っていうのはそういうことです。多くの、たくさんの、国、特に日本みたいにインフラが整ってない国、いきなり携帯電話の基地局ができます。そしてスマートフォン、中国の会社が作ったスマートフォンが100ドル以下でばらまかれます。そうやって今までインフラが整ってきてなかった、例えばアフリカの山奥の国の人たちがそうやって簡単に世界最高峰の地に触れる機会を持つことになります。当然ながら優秀な人たちはインターネットにアクセスして、スマートフォン経由でインターネットにアクセスして世界最高峰の地を英語ベースで手に入れることになるでしょう。そして皆さんはその人たちと同じ土俵に立ってこれから生きていくことになります。おそらく僕が最初に言った努力をしない人たちというのは取り残されていくことになると思います。厳しい社会がこれから待ち受けてます。でそんな中、これまで生きてきたようにレールの上さえ走ってりゃいいやと、周りの顔色を見ながらみんな卒業式はスーツにネクタイで来てる、着物着て来てるけど、就職活動行ったらダークスーツで暑いなんか
ね、汗かいて周りの目を気にしながら周りと同じように就職活動してりゃよかった。でもこれからは違います。就職できて安泰だと思ってたらこれは大間違い。皆さんが一生勤め上げられると思ってる会社は多分どっかで潰れたりどっかの会社に吸収合併されたりすると思います。それを前提で生きていてください。そしてそれは仕事だけではありません。これから多分人間関係も大きく変わってくることでしょう。家族制度も大きく変わっていくことでしょう。今の常識は10年後20年後は全く通用しないようになっている可能性は非常に高いです。そんな時にどうすれば生きていく、いけるのか。それはまず最初に僕が言った通り、情報を自分で収集して自分の頭で考えて行動する力を身につけることです。そして常識に縛られないことです。今皆さんが常識だと思っていることは例えば20年前は常識ではなかったこともたくさんある。常識とか道徳とか倫理とかこういったものっていうのは5年10年単位で簡単に書き換わります。そしてそのスピードというのはグローバル化で加速していくことになると思います。まあだけれども未来を悲観することはないです。未来は僕はもう心がけ次第だと思う。皆さんの私は多分皆さん知ってる方からすると、まあ、ジェットコースターのような人生を送ってきたと思われてるかもしれません。そして数々の失敗を繰り広げてきたと思ってるでしょう。そして例えば部下から裏切られたとか信頼してる人から裏切られて辛くないんですかとか恨んでないんですかとかすごく聞かれることが多いです。でも僕は悪いことは忘れることにしてます。過去を悔やんでもいいことは何一つないです。ただしこれから多分皆さんどんどん失敗していくと思います。チャレンジをするってことは失敗をする確率も上がるってことです。逆に言うとチャレンジしなければ失敗することはないかもしれない。でも成功することもありえない。だから失敗したときにいい処方箋っていうのは失敗した段階で再発防止策をやる。二度と同じ失敗をしないようにどうやったらいいのかその場で考える。そして考えたら、まあ、酒でも飲んで騒いで忘れる。次の日にはすっぱり忘れておく。私もそうしてます。そしてこれから自分たちがチャレンジしていくことは必ずうまくいくと思い込むことです。私はよく皆さんみたいな世代の人たちと話す機会が多いです。そして皆さん僕がさっき言ったグローバル化でこれから道なき道を歩んでいかなければいけない、大変だ大変だと、年金はもらえるんでしょうかとか、これから日本はどうなっていくんでしょうかとか、私はとても不安ですっていう人たちすごく多い。だけど僕は老後のことなんか考えない。老後のことは老後になったから考えましょう。いくら準備してたって50年後のことなんか分かりっこないですよ。今から50年前に出た未来予想図とかその当時に出た例えば SF 映画とか見てみてください。笑っちゃうような描写がほとんどだと思います。だ人間なんて5年先の未来だって僕だって予測できないですよ。今から10年前にみんながこうスマートフォンを持って歩きスマホとかしながらなんかツイッターとか LINE とかやってる未来想像できましたか？皆さん10年前にできなかったでしょ。僕もできませんでした。だから未来のことなんか考えることには意味がない。そして過去を悔やんでる暇は皆さんにはないはずだ。なぜならこれからグローバル化で競争激化して、そして未来には僕楽しいことしかないと思います。それはどうやったら楽しくできるか、それは今を一生懸命生きることです。
なぜ私がいろんなことにチャレンジをして、そしていろんな失敗をしながら、そしてたくさんの人に裏切られながらもこうやって楽しく生きられてるかっていうのは、今を生きてるからです。今を集中して生きてるからです。僕は集中すると周りが見えなくなるぐらい集中します。まさに寝食を忘れて一つのことに熱中する癖があります。皆さんもそうなってほしいです。これから生きていく上で大事なことは、僕は目先のことに集中することだと思う。長期計画なんか関係ないですよ。まずそれをやってください。それをやらない限り始まらない、何も始まらない。そして今僕が言ったことを一つの言葉にまとめて、最後に皆さんの鼻向けにしたいと思います。鼻向けっていうのかな、送る言葉にしたいと思います。未来を恐れず、過去に執着せず、今を生きろ。これから大変なことあると思いますけど、頑張って一生懸命生きてください。ありがとうございました。堀江貴文さんでした。ありがとうございました。どうぞ盛大な拍手でお送りください。